もう相手にしない方がいいのかもしれません。お疲れ様です。パーソナリティのマヤです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、日本は永遠に謝罪と賠償をしろ、元徴用工のとんでも発言をお送りします。日本は永遠に謝罪と賠償をしろ。徴用工問題は現在こじれにこじれており、何とかしたいユン大統領は日本の代わりに賠償すると言っていますが、それについて彼らたちの間で反発が起きているようです。そのため政府と民間団体との協議も民間団体が拒否しているようです。今回はそうした徴用工問題に関する最新の報道と日韓の人々の反応をご紹介します。まずは報道内容です。社団法人日帝共生動員市民の会、以降市民の会は7月14日外交部の官民協議会に市民の会と訴訟代理人団は参加しないと発表した。市民の会は13日、強制動員被害当事者のヤン・クムドクさんとキム・ソンジュンさんの意見を聞いた上、訴訟代理人団と緊急座談会を開いた。そこで官民協議会に参加しないことを正式に決めたのだ。徴用工被害者らは、私たちがもう許してやるというまでは、日本政府が永続的に謝罪と賠償をし続けることこそが何より重要だと述べている。市民の会によると、ヤン・クムドクさん、93歳は、私には手持ちのお金がほとんどありません。だけど、日本政府からのお詫びの言葉を聞きたい一心でここまで来た。我が国の政府は日本政府に謝罪させることすらできないのかと語ったという。被害者たちは、政府が賠償金を代わりに支払い、その後日本側に請求する方式、代位弁済を取ろうとしていることについて、私たちが被害者なのになぜ政府が代わって賠償するのかと反対の意思を明らかにした。キム・ソンジュさん、92歳は、私たちは三菱に強制的に働かされたのだから、当然三菱が賠償しなければならない。もし三菱が賠償をしないなら、日本政府が私たちを連れて行ったのだから、日本政府が賠償しなければならないと話した。市民の会のイ・グコン常任代表は、日本企業が損害賠償責任を認めた裁判所の判決を履行していないのが問題の本質だ。解決策の提示を求める日本政府の意思を受け、政府が解決策の模索に乗り出したことで、かえって問題がこじれている。三菱が率直に謝罪し、賠償するのが解決策だと述べた。徴用工被害者であるヤン・クムドクさんやキム・ソンジュさんなど5人、生存2人は、2012年に強制動員の損害賠償請求訴訟を起こした。そして2018年11月、三菱重工業に1人当たり1億から1億5000万ウォン、1000万から1500万円の賠償を命じる最高裁の確定判決を受けたが、三菱側は協議と交渉を通じた和解方式の問題解決を拒否した。これに対しヤンさんなどは、三菱重工業が我が国で所有している商標権2件と特許権6件に対して差し押さえ命令を裁判所に申し立て認められた上、売却決定も出た。三菱側はこれを不服として即時抗告したが、地裁で棄却され最高裁に再抗告した。以上が報道内容です。永続的に謝罪と賠償をし続けるというのはすごいですね。自分たちが許してやるまでずっと謝罪と賠償をしろと言っているのです。しかし実際には彼らが主張しているような強制労働はほぼなく、年金にも加入していたことが判明しています。そのことについて知らない人々が日本叩きの材料として使っているに過ぎないのです。つまりこの問題はあくまでも彼らの中での問題であり、それを自分たちで解決しない限り日本は彼らと向き合ってはいけません。最近になり、岸田首相が彼らの外務大臣と会談をし、首脳会談をお願いされていましたが、まずはこうした問題が終わらない限り、日本政府としては拒否をし続けてもらいたいものです。こうした状況には、日韓から多くの声が寄せられましたので、ご紹介します。彼らの反応。間違った言葉が一つもないね。彼らの意見に 100% 同意するよ。一体我が国の政府は誰のための政府なのか。もう一度しっかり考えてみてほしい。日本との首脳会談にも反対する。たとえ日韓スワップを結べなくても、経済支援を受けなくても、我が国経済は独力で成長できるはず。
日本の首相なんかに頭を下げてお金をもらおうとするくらいなら国が滅びても仕方ない。ユン政権は日本の顔色ばかりを伺う親日売国政権だ。親日政府が発足したのだから日本におもねった政策を打ち出すのは当然だ。とにかくスワップと金銭的支援を得ないと経済が終わる。もう崖っぷちにまで来ているじゃないか。ユンに投票した人たちは先を見る力があったんだな。今まで何回も謝罪も金ももらってるんだ。永遠に強制労働問題で日本に謝罪を求めるなんておかしいよ。どうかユン政権は経済の浮上と庶民の生活を楽にすることに力を注いでくれ。日韓間の緊張状態をなくして日本の慈悲にすがって経済を立て直そうとする大国民詐欺師たち。この大慰弁祭は何のためにやるのか。日本は永遠に謝罪し続け賠償し続けなければならない。パククネが10億円をもらって全部チャラにしたことなど知らないふりをしろ。強制徴用関連の現金化は難しそうだね。私の国のためではなく日本のためにという政策を展開してるからね。またすぐ2022年版の日韓合意案が出てくるんだろう。まあ今度は50億はもぎ取ってくれ。日本に謝罪させるより空から星を取る方が簡単だ。親日派の古文政権なんかには何もできないからね。元徴用工の方たちが亡くなる前にせめて1000万ウォンでも保証してあげてくれ。いよいよまた親日政権を倒すために反日歌を合唱する時になったのか。みんなろうそくを持って広場に集合だ。本当にもう日本から謝罪やお金をせびり取るのはやめたらどうなんだ。いつまで絞り取る気なのか、いい加減にしてくれ。見ていて恥ずかしくなってくるぞ。日本の安倍元首相はアジアをはじめとする多くの国への侵略行為と慰安所を設立した事実を何度も謝罪したよ。そして賠償金も100億ウォン払った。だけどあの人たちの論理では永遠に謝罪と賠償をしなければならないみたいだ。終わりがないね。アジアの他の国々も同じ被害を受けているけど黙っているよ。賠償金まで受け取っているのに我が国だけまた謝罪と賠償を要求するのは不平等ではないか。もういい加減にする時ではないのだろうか。本当にちょっといい加減にしよう。80年前のことでいつまで絞り取るのか。北と中国には何も言えずに頭を下げるくせに日本には80年前のことで文句を言う左派たち。それじゃあ国が持たないじゃないか。日本と仲良くしてお金をもらう方が頭がいいだろうに。日本と癒着しているユンが彼らの気持ちを理解できるはずがない。最高裁判所で判決が出たのにそれに従わないのならさっさと我が国から去れ。何年も経ったのだから金的な保証じゃなくて真のお詫びの一言でいいのに。そうすれば日本の好感度が急上昇すると思う。なぜそれをやろうとしないんだろうか。日韓国交正常化の時お金をもらっただろう。過去を売る者たちにはうんざりだ。日本にも過ちはあるけど国際法にのっとって解決したじゃないか。国内の判決で遊んではいけない。合理的に解決するべきだ。日本の反応、こんな感情的な訴えが認められるなら彼らの国に残してきた日本国、日本人個人の財産も全て請求権が復活することになるんじゃないか。日韓請求権協定締結時の約束通り彼らの政府が請求権協定に基づき日本から支払われた無償3億ドル、有償2億ドルのうち、政府が日本と交渉時に責任を持って行うと約束した個人保証分の支払いを現在のレートに直して今開始すると言って保証を行えばいいだけの話。なぜ我が国の政府がとの疑問には、当時の政府が日本側に自分たちがやるからまとめてよこせと言っておきながら実施していなかったと正直に答えればいい。というか日本側はこの事実こそきちんと世界に広めるべき。そもそも韓国とのいざこざは不可逆的な合意の下で解決ということになっている。その他のごたごたは警告政府が対応することで合意されている。つまり日本にできることはもう何もない。日本が一方的に我慢し譲歩する時代は終わり、今後はこれが外交の基調となる。この人たちは合意内容を理解していないというより知らないのだろう。日韓の問題については全て彼らの政府が対応することで合意している。この事実を彼らの政府は国民に丁寧に説明してこなかった。そこが一番の問題だが、日本が彼らに説明してもいいのではないか。
合意済み、解決済みとだけ言うのではなく、どう合意したのか、どう解決したのかを丁寧に説明すれば、強い反発があったとしても今よりはマシだと思う。日本政府が彼らに説明するのは違うと思うぞ。日本政府が彼らに直接説明する時点で、日本政府が問題解決に関与したことになる。そして被害者と言われる人たちはどうせ納得しないから、日本政府が引き続き対応を求められることになる。日本政府が直接説明するような対応をすれば、彼らの政府は一歩前進したと考えるだろう。説明する義務は彼らの政府にあるんだから、日本は関わってはダメ。その通り、彼らは真実を知らされていないんだ。だから私腹を肥やす団体にいいように使われているだけなんだろうな。日本が何度も謝罪し、名目は別にして実質的な保証も何度もしていることを知らない。左派勢力には非常に都合が悪いので知らされていないか、非常に断片的な情報しか与えられていないようだね。いや、よくわかっているはずだよ。ではなぜ日本に要求するのか。それがノーリスクハイリターンだから。欧米や中国には言えないけど、日本だけは言ったもん勝ちと信じきっているから。今まで許してきた外交の罪深さを感じるけど、彼らももういい加減にやめた方がいいぞ。そろそろ日本だって怒るぞ。約束より感情が優先される国だから、事実より願望が優先される。日本が悪いと言えば解決できると思い込んでいる。これを国全体でやっているから悪質。この人たちは給料を支給されていたし、年金にまで入れてもらっていた。自ら働きたくて高倍率の仕事に応募した普通の労働者たちだということを忘れてはならない。解決したいなら一切関わらないこと、国交断絶すること。そうしないと永遠と過去を掘り起こし、反日ビジネスをやり続けるだろう。自分で考えない人に未来はない。日韓の関係改善は現状では不可能と言えるでしょう。彼らが一方的に自分たちの勝手な解釈によって日本を貶めているのですから。これはつまり国交正常化自体が無効であると言っているのに等しいのです。それにもかかわらず日韓関係の改善を求めてくるのは呆れてしまいますね。あなたはこうした元徴用工による訴えについてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。